サワヤンゲームズ、ビクちゃん、ビクゾーさん、アイテムボックスの中の整理整頓具合が完璧なんですよ、いつも。まあ、来月の僕が払ってくれるから大丈夫かみたいな。YouTube リーオスです、アリです、よしきです、神木隆之介です。ということでですね、まあ、前回は、まあ、そのコメントを読ませていただいたり、まあ、振り返りの回でもありましたけども、今回はその YouTube、まあ、自分が YouTube やらせてもらってて、まあ、いつも YouTube を見させてもらってるんですよ、普通に。今回も自分しか喋んないですけどただただひたすら喋っていくだけですけど、僕が個人的に好きな YouTuber さんをなんかこう、まあ、発表とまでは言わないですけど、ボソボソ独り言として言っていきたいと思います。それではどうぞ。いや、どうぞというか VTR ないんですけどねないんですよ、 VTR ないんですけど、主にゲーム実況、ゲームまあ好きなんでゲーム実況やられてる方をよく見るんですけど、それこそサワヤンゲームズ、あのサワヤンってトカチョフサワさんとトカチョフヤンさんっていう兄弟、ご兄弟なんですけど、まあ、サワヤンチャンネルとサワヤンオフっていうのがあるんですけど、サワヤンチャンネルは普通の日常の動画で、サワヤンオフはそのサワさんが実況を収録してる後ろでヤン君が大学の勉強とかしてて、まあ、声が大きいんですよ、サワさんの実況に。はあ、うるさいなっていうのがオフなんですよ、その実況の収録をしてる裏側みたいな。でもまあ僕が主に見てるのはサワヤンゲームズの方なんですけど、まあ、サワさんとかと仲がいいビクちゃん、ビクゾーさん、あの、まあ、マリオカートのすごい上手い方なんですけど、まあまあそれこそツーブロー、お父ちゃんさん、兄ちゃんさんとか、あ、そう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 、一人大事な人を忘れてましたね、サンヘルプさん、サンヘルプさん、サンヘルプっていう方がいましてですね、呪怨とか、まあ、バイオハザードを実況されてたんですよ。だけどいつしかバイオハザードをやってる途中で更新が切れたんですよ。でサンさんのことが好きな人かな、過去の消えてしまった動画を見られるようにしてますって、サンヘルプミラーっていうのがありまして、ここ最近なんとサンヘルプさん復活しまして、今あれかな、ずっと前にやってた夢日記っていうゲームの続きやってるのかな。そう、僕はサンさんの声すごく大好きで、聞き心地がすごく良くて、で僕もうほんとね、ほんと面白いんですよ、サンさんの言葉もチョイスもすごく面白くて、で僕サンさんのすごく細かいとこ大好きなんですけど、バイオハザードで持ち物がこうアタッシュケースみたいな、このちゃんとバッグの中にマス目があるんですよ。で武器とかそのものによって何マス消費するか、それであの持てる武器の上限を作るっていうシステムのゲームで、あのサンさんのそのアイテムボックスの中の整理整頓具合が完璧なんですよ、いつも。もうすっごいそれがいつも感動してました。サンヘルプさん、僕はすごく楽しみにしてるんで、更新よろしくお願いいたします。でカジさんもね、 YouTube やってるんでね、コラボさせていただきましたけども、まあまあまあイケメンですよね、安心する声です、カジさん。カジさんとも今回ね、いつかやらせていただきたいですけど、あ、そう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 、あの将棋もまあ好きなので、女流棋士の香川さんのチャンネルも見たりしてます。それで勉強させていただいたりとか、将棋ウォーズっていうゲームがあるんですけど、携帯でそれもやってこう対戦したりとか、その動画内でしてるんですよ。それをこう見て、ああなるほどって思ったりこうして、こうやって見てます。あとはワッキャイさん、ワッキャイさんはニュースキャスターテイストで自分の日常で起こったことを報告していくっていう動画の方なんですけど、めっちゃ面白いんですよ。あの自分で起きたことなのに、あたかも人が起こしたかのような表現をするからすっごく面白いんですよ。ペンをなくしましたみたいな、どこどこでペンが落ちてたのを発見しましたみたいな、
僕はこう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 と供述していますみたいな、なんか自分のことなんですけどニュースみたいに見る、言ってくれるからすごく面白くて毎回見てます。あとは、CEREUS オフィシャル、セレウスさんかなって読むのかな、間違ってたらごめんなさい。その方がカバーの歌を歌ってらっしゃるんですけど、僕は本当声がすごく大好きで、あなたの夜が明けるまでっていう曲がありまして、それのカバーを YouTube で載せてらっしゃる方なんですけど、声が美しいんですよ。星空が見える歌声の方なんですけど、登録してます。あとね、たまに癒されたい時にただひたすら焚き火の音みたいなのがあるんですよ、動画が。ずっとそれを流して、まあキャンプも家族でやるんで、こう 火の音とか火を見ながらこうやってぼーっとしてたりします。本当に自分の生活には欠かせないやっぱりそのコンテンツであり、やっぱり皆さんが配信をしてたりだとか動画をまあ投稿してるものをやっぱり純粋に楽しんで生活がもっともっと楽しくなっているので、まあでもそこの中で配信をする側にいるっていうのも本当に感謝ですけども、僕も皆さんと一緒に YouTube めっちゃ楽しんでますっていう話なんですけど、結論としてはまあでも僕が今言った皆さんも本当に僕が普通に視聴者として大好きな方々なので、ぜひ皆さんも見てほしいです。でそれでね、いつか皆さんにお会いした時だったりとか、なんか話せる機会があったら、誰々のチャンネルの何の動画見たみたいなことを話して一緒に盛り上がっても見たいので、ぜひよろしくお願いします。本郷かなとも今後いっぱい面白い動画あげると思うんで期待してください。あとはね、なんかこう皆さんにね、なんかこうやってもらいたい企画みたいなのもね、考えてもらうっていうのもすごく面白いなってすごく思ってるので、まあなんか暇な時になんかこんなことやってもらいたいなみたいなのをなんか思いついたら、書いてください。 YouTube のコメントでもいいですし、 Twitter でも、まあ、神木 YouTube を、まあ、つけてもらえれば語尾とか何でもいいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは